よっしゃ、これで戻れるわ。お前絶対ゾンビになるやろ。もう絶対ゾンビになるつもりやろ。まあとりあえず行っちゃおう。これ勇敢のやつも歩けられるから一石二鳥やで。あそこでゾンビとか増えてんねん。こいつらも絶対大きそうやな。手フラフラしてるやつとか。行こう。急に出てくんなよ。よしよしよし、え、ちょ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 、こっちやな。ここ、ここや。まずは、ここに、これね、はい、置きます。この、これね。ビリ行くわよ。これだけとくれ。はい。さあ、入れ替えましょう。来たよビリー、あげられっしょ。あ、多分お前ショットガン持ってんのかな。来た来た来た。その前ショットガン持ってんのかな。持ってないショットガンなんか。あ、じゃあいいや。お前何ショットガン持ってないや。何やねん。いや、でも使ってくれや普通に。はい、よし、 OK。 ちょっとまだいかんでもよかったな。入れ替えてやっといたよかった。あ、いる。あ、いる。何って危ない危ない危ない。行ってもしゃあないな。ちょっと待って、一旦、まあ、合流しちゃえばいいか。安全そうやもんな、そこまでは。行った。よしよしよし。来い。来い。了解。来なよ、あんた。ちょ、ここ開けてくれるかな、お姉ちゃん。ここでね。使っちゃおう。はい、使う。おいしょっと。で、ちょっとアイテムを出そう。ショットガンの弾とかこいつでいいでしょ。交換渡すわね。あ、こいつに草も足してもしゃあないから、こんなもんかな。じゃあ一旦この男に変えよう。はい、行こう。なんかあんのかな、床下とか。よし。え、いきなりだ。お前まだいんの。お前こら、抜け抜けと出てきやがってこの野郎。もう一個向こうない？ショットガンの弾的なあるじゃん、あれ。はい、緑色のノーだよ。こういうとこもあるの。綺麗に2匹殺したったわ。あ、なんかある。これ何？ゴールドリングを取ります。あ、これあれや、カバンや。カバンのやつやな。ノーだよ、そんなのノーだよ。答えはノーだよ。よし、こう。フックショットの6個発でいいんかな、このフックショットって。何のフックショットだよ。
っていうか、フックショットだね。なんだ、あ、あれ取れるんや。あ、はい、ちょっと待って、これ入れ替えよう。あ、なんかあの強烈な武器みたいな鳥みたいなクショットや。イエス。で、この間で、この下ろしてる状態で、あ、なるほどね、うまくできてるわね。ちょ、お前動くなって、レベッカ。はい、クショット。あそこの中。はい。で、切り替え。この状態でこれ取ると。よし、何これ。これを取るには2ブロック必要です。2ブロックないの。あ、間違えた。なんだよ2ブロック。あー、お前が持ってんのか。こいつに渡そう。これね、交換。違う、交換で、ナイフとかもいらねえでしょ、そんなの。交換か、これ取るか。OK。なんなんこれ。ブックショット取った。よし、OK。よし、フックショット取ったで。フックショットの取り扱い説明書。フックショットとは、特殊編成車両の整備位置などに屋根の点検が困難である場合のみ使用許可されています。使用後は必ず元の位置に戻すようにしてください。1、使用場所について。3両目1階の後部ドアの脇の小窓にはしごを設置されています。あ、そこやな、さっき言ったのこのはしごの高い位置にフックがかかるように射出してください。ワイヤーの巻き取りと上昇。フックを固定後、リールを作動させ体を持ち上げます。フックショットは1人用で80キロ以上 にも20は破損の差があります。これじゃあレベッカでいけってことか。フックショットはレベッカか。レベッカ、お前と交換できるかな、これ。じゃあ交換、これレベッカにしようか。じゃあレベ、まあいいや、とりあえずおいで。とりあえずいいや、今いいや、このまま行こう。よっしゃ。ちょっと見るか。あ、ロック外した。危ねえ、ヘッドショット決めたった。ちょうどちょっと待って、もうやめて急にそういうの。まあ、ちょ、ここ安全層やと思ったの勝手に。ちょ、荷物置いて。この辺いいわ。ここイエス、ここに置いとこう。で交換これでいいよ、この感じね。で、あんなろう、驚かせやがって。空き瓶とかも、だからこれなんかあるんじゃないの、こいつでないとあかんねん、空き瓶とかも。ちょ、交換すっか、これと交換しよう。空き瓶ね、3つ。これの方が良さそうだね。よし、交換。ちょ、とりあえず、前衛はこの男でいいんやろ、多分な。そういうことでしょ。で、カバン取りに行かなあかんか。カバンこれでいけんのかな。敵出てくるでしょ、まだ。ふぅ。え、なんで？はい。はい。だ。んだよ。とっさに上とか下とかできねえぞ、俺は言っとくけど。無理だぜ、そんなの。まあ、だけど、バイオバーンほどの恐怖心はまだないね。
こいつらまで動く。おげげた。いた。って後ろって。当たってる？はい。踏みなさいよ、もう頭。頭踏んづけちゃいなさいよ。あ、今ちょっとキラッと光ってなかった。気のせいか。よし、じゃあ。セーブしよう、一回。これ来た道やろ？ここじゃないよな。こっちじゃなかった。隣か。なんもないよね。瓶があるぐらいだよね。うん。ポケットは何も入ってない。なんだ？あ、そこの服を見たんか。こっちね。一回セーブします。結構楽しい。お前絶対行きたいからな。分かってんやから。ちょっと上の散策ちょっとできてないし、上も散策していこう。一人で上がっちゃおう。はい。あ、ここね。とりあえずまたこいつだ。これだけど2個ぐらいいいんじゃないの？なんか、組み合わせ調べる。もう1個ぐらいでしょ。ほらやっぱり。もう1個いるよな。よし、置いとこ、置いとこ。よし、オッケー。じゃあこの先ちょっとちゃんと見とこう。ふう、怖い。こっちもこの先、ここ入ったっけ？ここ入ったよな、101はな。何もなかったよな。アクとかじゃないし、これな。おっ！なんやねん、やっぱあったやんけ。おい、あったやん、ショットガン。ちょっと間違ったけど。ショットガンあったやん。2発しか打たれへんか。よし、大事に使おう。いらねえよ。セーブポイントやんな、ここ。セーブできるような感じじゃないんやけど。なんだよ、これで倒せってことやったんじゃないの？これ。持ちか捨てだけど。んだよー。フックショット使うとこ探すか。どっか窓が開いてるとこあったよな。ちっちゃくどこやったっけ。どこやったっけ。窓がなんかちっちゃく開いてたとこあったような気がするんだけど。ちょっと地図とか出てるんだっけ。これか。どっか窓がちっちゃく開いてたよ。あの緑のマークなんねやろ。アイテム置いてる場所か。アイテム、あ、これか。あ、いいね。こういうの優しいね。ちょっと探さな分からんな。探そう。ここかな。あ、あそこかもしれん。
ここにちょっとこれ置いていこう。草を固めとこう。草を草場所にしよう。ここ、こうしよう。とりあえずこれでいいや。で、でこの状態一応カバン持っていこうか。じゃあカバン持っていこう。これだってもう次で仕上がるもんな。次アイテム取った時点でこれが仕上がるから、これはもう持っていった方が効率良さそうな気がする。もう一回戻ってこなあかんかったのかな。作ってその場で1個のアイテムになるでしょ。カバンの中身だけで済むから、済むからな。じゃあレベッカじゃなくしとこう。ちょっと戦いはビリーにさせよう。多分2階だ。2階のあのカエルの卵みたいなとこいいんじゃないと、もしかしたら。こっちじゃねえわ。要はそこの前に行かなあかんってことでしょ。ちょ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 、よしよしよし。でここは通ってくるから、いらんもん置いといてもいいかもしれんな。ナイフとかいんのかな。これ どうにかして人変えられんのかな。これでいけるか。よし、瓶、ハンドガン、ハンドガン玉。まあだけど使っちゃうよな。まあ使っちゃうか。ええわ、フックショット使うでしょ。使ってなくなるということにしとこう。このままいこう。よし、あ、レベッカに変わっちゃってる。レベッカに変わらないで BD でいこう。そこ上がってみよう。この先だったような気がする。もしくはそこだな。そこのとこだな。今さっきのとこだな。あ、ここじゃないわ。そこだわ。その下だわ。うん、なんかそこのとこで出てたよな。これでかい。そこそこ。そこだ。ここここ。これ使おう。あ、じゃあ間違った。もう間違えるわ。英雄に、永久に間違えるわ。未来永劫的に間違えるわ。使う。よし、ここでいいわ。ここだろ。女で行くしかないでしょ、これ。どう考えたって。よし。お？竹村さん、一脚室があるようだ。降りましょう。いた、はい。こんにちは、パパ。よし、はい。ハンドガンの弾。なんかそこにもあるぞ、なんかが。ナイフ？ナイフがある。ちょ、子供抱いたらいいじゃない、そのナイフくれや。ちょっと待って、そんなにいっぱいアイテムある今。じゃあ瓶一旦置こうか。これじゃねえの、もしかして。よし、ジュエルボックス。見よう。調べる。ちょ、やるや。開けましょう。はいはい。来た！やっぱり！よし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 ！冴えてる！冴えてるわー。俺冴えてる。これこれ冴えてるわ。で、組み合わせ。ちゃ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 。よし、これで消えるだろう。これで開けて中身取る。開けよう。よし。で、中からカードキーかな。よし、来た！よしよし、これで、アイテムだいぶ減ったっしょ。え、だいぶは減ってないか。来た。空き瓶持っていきたいなぁ。ちょっと待って、空き瓶持っていくのか、それともこの。これなんなん？じゃあ、それなんなん？足元や、それ。じゃあ、その室内、これ、そうそう、それ。それなんなん？ナイフいるか？ナイフいるかな。あ、間違った。大丈夫かな、ビリー。よし、まあ、ビリーが大丈夫かを確かめたかったね。予定間違えただけねんけどな。うわー、ちょっと待って、何だこのパーソナル。あ、切り替え。え、なんだこれ。これなんだ。え、服？コスチューム着れるみたい。あらー、うわー、ダッサ。コスチューム変えとこか、どうせやし。
こっちはセクシーにするか、レザー、レザー、セクシーレザーにしよっか。あ、いいね。こっちの方がちょっと雰囲気出るね。違う気分で、確かにね、違う気分でいけるいける。よし、で、ここ入れ、切り替えよう。使う。なんだこれ。今は使う必要ないって。なんだよ。うわ、瓶、やっぱ瓶欲しいなぁ。ちょっと待って、開くんかな、ここ。やべ、バーバイバーバイっす。まだボスじゃねえの、なんかわけのわからん。うわー、やだ、生まれてきた、キモいのが生まれてきてる。これやばいんじゃないの、開けない方がいいんじゃない、開けないでいることのもういいんじゃないの。いやだけど負けなしゃあないか、開けたらやばいんじゃないのこれ、もしかして。ちょっと準備しとこう。いるやん。なんかこれどうやった、やめて。ちょ、なんだこのつぶつぶ。ちょっとやめろや。そんだけ肌露出したらやられるわ。どうやって倒すのあれ。あれ倒せんのかな。来て。ああ。よし来て。君アイテム持ってたっけなんか。二人ともナイフやもんな。ナイフいんのかな。よし。じゃあこれでいこうか。お前も服着替えられるのか、そもそも。入れ替え、切り替え。ちょっと使ってみよう。あ、服着れるわ。うわぁ、ダッサ、あ、囚人服や。これでいこうか。まあ囚人やから、とりあえず囚人としていこうか。よし、行くぞ。よし、これでいっちゃおう。なるほど、こういうのはできんやな。まあ、ちょいちょっと衣装も変えていこうか。気分によってね。ちょ、セーブしよう。よし。あ、取れへんじゃねえ、どっちにしろ。え、インクリボンなくなったん、ちょっと待って、インクリボン、インクリボンないの、え、さっきのインクリボンは、ちょっと待って、インクリボンこれないの、もうあるでしょ、でしょでしょでしょ、それそうでしょ、出ちゃった。ちょ、インクリボンあるはずやん。だけど、アイテムがいっぱいやから、ちょっと置いてやるけど、ちょ、インクリボン。インクリボンちょうだい。どこに置いたの？うちのインク、俺のインクリボン。ちょっと待って、インクリボンのマークついてたやん。取れるかな。ここにあるみたいに出てるやん。インクリボンちょうだいさ。え、インクリボン置いたでしょ。ちょっと待って、なんでインクリボンあるでしょ、ここあるやん。はい、なんだこれ、なんだリカバリーウェポン、リカバリーウェポン、なんだ、キーアイテム、なんだこれ、あるやん、そこ、ほら、え、マーク出さないから取ってくれへんの、え、そういうのは違うよな、ちょっと待って、ちょっと荷物とりあえず行っておこう、置く、イエス、あの瓶とか何使うんやろ、前のあれと一緒かな、
なんか、あの灯油入れる瓶と、一人セーブしよう。はい。あ、間違った。あれ、フックショットまだある？あ、そっか、フックショットまだあんのか。ナイフいんのかな？ナイフちょっと置いていこう。ここに置けへんの？ナイフ置けへんの？置いてよ。置いてくれたわ。で、こいつのインクリボン置いていこう。ここ。イエス。あ、ほんで、こいつのナイフ渡せばいいや。交換。こいつにナイフやっとけよ。だいたいこういうのはこっちに渡しとけよ。攻撃的なやつは。よし、こう。じゃあ進みますか。レベッカで行っていいんかな。まあ、レベッカで行ってみっか。なんてことはないでしょう。